はい、シさん、6月ですね、7日に FIFA のワールドカップ予選、二次予選ですか、ね、そうですね、はい、の、6月7日日本の大阪の地でモンゴル代表とキルギス代表の試合をされまして、見事勝利されました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。で、まあ、そのモンゴル代表がキルギスと戦うのが日本で開催されるのも、まあ、神がかってるというか奇跡的にねあれなんですけど、実際就任されて初めての試合、この勝利までの初めて、コロナ禍でご自身がモンゴルに渡れない状況で、いろんな準備をされたと思います。で、まあ、一番最初はスタッフ同士のなんかねやり取りも当然、多分前 J リーグの監督のお話の時になんて言うんでしょう、こうスタッフ全員の面倒を見るのもとか決めるのも監督の仕事なんだっておっしゃってみえて、多分モンゴル代表も同じことが起きてたのかなとか思うんですけど、うん、まあ、そのあたりの準備のことと、まあ、就任されてこの7日までのことの、その一番最初チームの準備というか、そのサッカーの、うん、チームですか、チームの準備で、次めっちゃ興味あるんですけど、リモートというか、そのコロナ禍で行けない、実際選手を見れない中でどうやってこの7日に向けての選手選考したのかっていうのをめちゃめちゃ興味があるんで教えていただけたらなと思います、うん、お願いします、はい、まあ、まず監督一人では戦えないので、やっぱり、コーチングスタッフを選出したりね、うん、決めることが大事なんですけど、まあ、自分は、モンゴルではね行けないので、行っていないので、まあ、実際にはやっぱりモンゴルサッカー協会が推薦する、うんうん、コーチ陣スタッフと、ズームミーティングでやり取りするということになったんですけど、結論から言うと、うん、通訳がいなかったんですね、うん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 、専属で通訳という人間がいなかったので、うんうん、まあ、英語が話せるスタッフ、うんうんうん、そして本当これはありがたいですけど、まあ、日本語が少し話せるスタッフっていうのもいたので、実際にはヘッドコーチ、アシスタントコーチ、うんうん、キーパーコーチ、うん、フィジカルコーチ、まあ、ベースとなる、うん、4人のスタッフと本当にうまく巡り合えて、はい、でそのうちの一人が日本語が堪能 でそのうちの一人が英語が堪能で、なので実際には日本語と英語をうまく使い分けて、スタッフとのコミュニケーション、うんうんうん、そして選手とのミーティングもやったんですよね、うんうん、はい、それは周さんが、まあ、こういうコーチ陣が欲しいよみたいなのをオファーを出してる、もうね、そんな時間はなかったんですよね。なるほどなるほど、はい、実際に自分がコロナ禍でモンゴルに行けないことが判明して、でそこからまあ全てのやり取りをズームで、うん、リモートでミーティングからトレーニングからやって、でモンゴル代表が大阪に試合の4日前の夜に来て、で実際に一緒に練習できるのは3日間だっていうことが後に決まるわけですけど、うん、それを考えた時にはもう本当に自分がどういうコーチというよりはもう本当に準備していただいたコーチと一緒に力を合わせるという、はい、それすごいですね。通常のプロセスだと、まあ、監督がこのコーチと一緒にやりたいみたいなのが通常なんですかね。それは J リーグ含めて、それはね、 J リーグの場合は2つパターンありますよね、うんうん、監督がね信頼するコーチがいて、うん、でこういうコーチを呼びたいって、うんうんうん、ね、クラブに要求できる場合と、うんうん、クラブが用意した、ね、もうそのクラブに長く在籍するコーチと一緒にやってほしいという場合もありますし、うんうんうん、まあ代表でもおそらくその両方のパターンあると思うんですけど、うんうん、まあそれがどっちが選択されるかみたいな感じなんですね。まあ、今回はもう時間の問題もあるし、で、まあ、ある種周さんがそのモンゴルサッカー協会を信じたみたいな感じですね。そうですね、はい、で、偶然ですけどついこの間、ね、ストイコビッチさんが、うん、セルビアの代表監督に就任して、はいはい、でその時は名古屋グランパス監督時代に、はい、もう本当に信頼できる日本人の
コーチの方がいて連れてったんですよね。そうなんですか。だからセルビア代表のコーチを日本人の方がやってますよね。あ、そうでしたか。そうです。ただその、オシムさんがやっぱりボスニア人として単身でジェフに乗り込んで、で基本的にオシムさんは自分の国の人間をね連れてくるっていう考えはなかったんですよね。なるほどなるほど。で最初スタートは、特に最初の1年目はもう日本人スタッフとオシムさんと一緒にやって、つまりオシムさんの中に日本人指導者も、育てようっていう考えもあったと思うんですよ。でまあ自分の中にも本当にねモンゴル代表の監督をやらせていただく、でそのモンゴル人スタッフとも一緒にコミュニケーションを取って、彼らともやっぱり共に成長するという考えはあるので、だから基本的に誰かを呼ぼうという考えはなかったし、今もないです、なるほど。今そう当時の周さんの言葉で一番最初の仕事はコミュニケーション、スタッフのみんなとコミュニケーション、まあその時はズームでしか なかったから、でもあの言葉が僕すごい忘れられないというか、で、まあ、僕も経営させてもらってて経営者仲間いるんですけどに、まあ、マセ監督こんなまずは人間のところから行くぜみたいなのを送った記憶があって、でもやっぱそれが一番大事なのかなって、いきなり戦術の話してもねみたいなありますもんね。なんかすごいなと思って、なんかそういう最初初めましての時とかなんか秘話はありますか？別にないですか？秘話ですか？だからそれ何で喋るんですか？言葉は英語と日本語なんですけど、これちょっと言葉の話になっちゃうと、日本語が話せるスタッフと英語が話せるスタッフいるんですけど、簡潔な話、戦術の話とかトレーニングの話するときは、結構日本語ってまどろっこしいんですよ。実は英語の方が歯切れが良くて、で訳すのもシンプルになるので、なので戦術、ミーティング、トレーニングの話は英語でやりました。で細かいニュアンス、メンタルとか、決め事とかルールとか、そういう話にするときは日本語でするんですよね。ああなるほど。そうすると細かいニュアンスが伝わる、日本語からモンゴル語のが伝わるんですよね。これ今回やってみて初めて気づいたんですけど、それってその日本語を受け取ってくれる人がやっぱ日本語かなり堪能、その通りです ね、 ですね、堪能じゃないとできないですね。ですもんね、日本語のニュアンスめっちゃ難しいから、一人日本の大学に通ってサッカーをやった経験があるコーチングスタッフがいるので、まあ、彼の存在は大きかったですよ ね、 ああそういうことなんですね、メンタルとか日本語で言ってそれを、そうかすごいそうなんですよ。でこれ全部英語でやろうとしたら自分がその細かいニュアンスや、メンタル面も話せる英語力をつけないといけないですし、それを理解してモンゴル語にしてくれる、英語力を持ったモンゴル人も必要になるんですよね。なるほどな。で実を言うと代表監督をやらせていただいていて、正直毎日毎週試合がないわけですよ。で自分の時間がある時にね、もちろん例えば今で言ったらそのユーロの大会のサッカーの試合を見たりとか、Jリーグはもう J1 も J2 も J3 も自分が興味がある、自分にとってで要素の必要な試合は、たまに見たり振り返ったりするんですけど、正直言うと、自分の本当に自由に空いてる時間でアメリカのドラマを見るんですよね、僕。これ面白いんですけど、でアメリカのそのタイトルも言いましょうかね。はい、言ってください、ゲームオブスローンズ、ゲームオブスローンズ、これは10年続いたドラマなんですよ、と、何でしたっけね、ウォーキングデッドですかね、ウォーキングデッド、
はい、まあゾンビ映画、映画じゃなくてドラマなんですけど、はい、これは11年続いてまだ続いてるドラマなんですよ。でむっちゃくちゃその人間の深いところの内容のドラマで、はい、でこれを英語で見て日本の字幕見るとむちゃくちゃ英語の勉強になるんですよね。なるほどなるほど。だから後に自分がその代表監督として細かいニュアンスも含めて英語の指導、英語の記者会見するときに絶対役立つと思って今めっちゃ見てます。ゾンビドラマゾンビドラマウォーキングデッドウォーキングデッド思い出しました。大きくでと。なるほどな。ごめんなさい、話が選手選考。あ、はい、選手選考。そうそうそう、コロナ禍で行けない中で、まあ、まずは選手選考の前にスタッフの、まあ、スタッフ選考っていうのもおこがましいかもわからないですけど、まあ、スタッフが決まったよ。今度6月7日の試合に向けての選手選考が始まりますと。でコロナ禍で行けませんってなった時にこうどう実際どういうふうに招集したのかっていう部分を教えていただけたらなと思います、はい、もう簡潔に言うと、3通りの、うん方法で選手を選考しました。うん、一つは、このキルギス戦の前ですよね、うん、キルギス戦の前に、うんモンゴル代表はスロバキア人監督のもと日本で日本代表と試合してるんですよ、はいはい、で14対0で日本が勝った試合なんですけど、うんまあ、自分は次期監督としてその試合を見に行ってるんですよね、うん、で生で見たんですけど、まずはその時にもう自分の中に1試合通してあこの選手は本当に走れる戦える、うん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 A 代表に必要だっていう人間が3人いたので、うん、なるほど。この3人は、後に共に練習してキルギス戦もスタメンで3人とも試合に出ました。うん、もうその3人はその日本戦の時に見た時にもう決めた。そうですね。もう絶対選ぶみたいな。もうこの3人は絶対必要だと思いました。うんで逆に言うと3人だったんです。そうですよね。もっと7人とか8人とかじゃなくて3人だったんです、うん、私の中では。でもう一つは、もうコロナ禍モンゴルでは今年1試合も行われてないんですよ実は。あモンゴルプレミアリーグっていうプロの一部リーグあるんですけど、はい、1試合も行われてないんです。なので昨年のモンゴルプレミアリーグの試合の映像ですよね、うん、もうを、チェックしてで何人か選考しました。はあ、去年のやつですね。そうですね。すごいですね。でもね、もうそれ何本ぐらい見るんですか。もう相当ですよね。多分ね、もうね、何本見たか記憶にないですね。ね、ないぐらい見るんですよね。やっぱね。見ましたね。ああ。で、各ポジションのバランスも考えながら。はいはい。はい、そでも正直いいなと思ってもそのもう名前とか年齢とか。わからないですね。はい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 。モンゴル語のテロップはね、うんキリル文字ですかね。はいはいはい、はい、文字が違うのでアルファベットでもないので、うんはい、分かんないですよね。なるほど。それで大体何人ぐらい選考したんですか。そのもう去年の映像。いやだから今思えばどうですかね。それでもそこから、10人前後かもしれないですよね。全部で結論から言いますとその登録できる23人を選考したんですけど、うんうんはい、日本戦で生で見た中から3人で去年の映像から10人、うんうんうん、であとの選手たちはもうコーチ陣信頼するコーチ陣との、うん、推薦や話し合いの中で、うんはいはい呼んで最終決断参加してっていうことですね、うんうんはい、で最終的に決断した、うん、なるほど、はい、その代表選考で最終23人登録が23ですか。そうです。で代表の練習もされてた時モンゴルで練習されてた時は もう少し人数多かった。もう正直言うとプラスマイナスですね。ああ例えば、うん
何ですかね、例えばクラブの事情で今練習に参加できないっていう人間が何人かいたり、あ、それはマイナスですね、とか、プラス、うんうん、プラスその23人よりも、うん、もう少し見たい選手に何人か来てもらってる場合もあったんで、うん、はい、なるほどなるほど。10人ぐらいを周さんがそのビデオを見て選考したよっていう中に、今回のその23歳以下の代表候補も結構いたんですか？いますね、うん、すごいですね。でもそれも年齢分からずにこの子っていうか、この選手呼びたいよってなったら若かったと。そうですね、でもまあね、現代でサッカーで言えばやっぱり、うんうん、どんなに上手くてもまず走れて、うん、なるほど、ね、体張って戦えないと勝負にならないと思うので、うんうん、はい、まずそこからってことですね。そうですね、これはもうおそらく自分がね、うんうん、監督やらせていただく上ではもう永遠に、はいはいはい、走って戦えるから選手を選ぶでしょう、ね、うんうんうん、はい、うーん、実際そのまあキャンプというかモンゴル代表が6月の3日ぐらいに来たんですかね、3日の夜に大阪に入ったんですよね。そうですね、はい、でそこに合流ですもんね、はい、で現実はそのモンゴルで5月の下旬ぐらいからキャンプやってたってことですかね、ズーム。そうですね、そうですね、はい、1週間ぐらいですか。そうですね、あの全員集まっては1週間ですね、うんうん、はいはいはい、それまででいうともう少しやってました。じゃあもうその間ずっと、練習っていうかトレーニングももちろんそうですけど、その選手選考っていう目でもずっと見てるわけじゃないですか。そうですね、はい、もうまあ、当たり前ですけど同時進行っていうか、で最終選考はもう最後の日とか。そうですね、トレーニングマッチですね、あ、モンゴルの国内リーグのチームとの練習試合で、そこが最終ですかね。その時は2チーム分ぐらい、まあ、でも2チームでも22人。そうですね、そうそうですね、はい、23人なんで、うん、はい、でもうこれでいくぞっていうような。そうです ね、 ね、はい、すごい。でもちろんその選考も自分一人ではなくて、はいはい、スタッフと相談をして、うんうんうん、でもまあありがたいことにスタッフとのコミュニケーションを長く取っていたのもあると思うんですけど、やっぱり同じ目で意見が一致したんですよ、ね、うん、なるほど、はい、選ぶ23人、まあ、もしくは今回は外れてもらう選手、うん、キャプテンの指名も含めてスタッフと意見が一致したんですよ。へえ、それもすごいですね。まあ、嬉しいですね。ね、これもちょっと興味本位で2つ聞きたいんですけど、そういう、まあ、トレーニングマッチしますって、まあ、多分それが最終選考です。で選手もそれ分かってますよね、これ最終選考だなみたいな。でもう基本的に決めたメンバーで、もう前日に実はもうほとんどメンバー決まってんだぜみたいなところなのか、今回ですよ、あの最後の最後まで見て、その最後の試合を終えた上でのさっきの全員一致になったのか、これは言える言えないあるかもわかんないですけど、どっちですか？まあね、いろんな指導者がいろんな考えやり方あると思うんですけど、うんうんうん、もう自分の場合はもう間違いなく最後の瞬間まで見て見極めます、うんうんうん、なるほど。これあのクラブの話でもそうなんですけど、うんうん、やっぱり例えばね、うん、1週間のうち、うん、最初、うん、1週間試合に臨む1週間の最初のうちにメンバーがもし決まってたら、うん、もしくは指導者含め決まってる空気感があったら、うんうんうん、やっぱりみんな高いモチベーションで練習できないですよ、うんうんうん、なので、まあ、クラブであったらその選手を選考する紅白戦もありますし、うん、でもその後の練習も含めて最後の最後、うん、試合前日の練習の最後まで見極めて、うん、スタートの11人とベンチに入る人間は僕の場合はですね、うん、はいはい、見極めますし、自分が一緒にね、あのやらせていただくスタッフとはそういうスタンスでやりますよね、うん、なるほど、なるほど、はい、選手だったら絶対そっちの方がいいですね。なんかもう、そう、さっきおっしゃったように、なんかもう最初から決まってんだったらなんで俺ここにいんだとか普通にね、普通に思っちゃいますもんね、うん、なるほど。もう一個ですか、ちょっと言いにくいかもわかんない、あのそういう代表監督の時、まあもちろん今回、あ、でもそうか、最終通達誰がするんですか、選手に。もうあなた外れてとか。
最終通達は、クラブも代表も似てると思うんですけど、はいはい、コーチングスタッフがする場合もあるでしょうし、まあクラブチームのマネージャーが伝える時もあるでしょうし、あとちょっと話変わるかもしれないですけど、はいはい、クラブで言ったら僕が知ってる監督だとやっぱりその繊細なところを伝えるのって、まあ、確かに大変じゃないですか、はいはい、だからもうホワイトボードに名前が書いてある、あでそのホワイトボードを見たら大学の合否発表じゃないですか、はいはい、それでメンバーを知るチームもありますし、なるほど、ね、それで、あそうですね、そうですね、でも今回は僕は別に隠すことじゃないんで正直に言うんですけど、はいはい、やっぱりすごく一緒に力を合わせて練習してもらったのに、うんはいね、今回は外れるということになるので、うん、やっぱりしっかりとその説明を含めて、うんうん、コーチの一人に伝えてもらいました、うん、あなるほど、はい、じゃあもう周さんが監督としてこういう思いであなたを今回こうしていますよっていうのをきちんと伝えてもらってということで、はい、そうです、なるほどですね、でもそれ嬉しいですね選手からしたらね、そうです ね、なのでまた次につながるようにですよ、ねはい、頑張ってほしいですけど、だってなんであれって、まあ、何も理由っていうかそういうのがなかったらなんかよくわからない状態でまた帰ってかなかんとか、もう来たくないなんて、そうですね、すごくね、はい、選手も人間なんで普通にそうなるのかなとか、あすごいめちゃめちゃ裏側を聞きました、ありがとうございます、ね、でも僕にとっちゃ表なんでそうでした、はい、なんかそうそう、シューさんのスタイルってそんな、まあまあ、基本的に代表でもクラブの時もそういう感じなんですか、もうあでもそうか、クラブだったら来ないでいいはないのか、スタメンとかの時だけですか、クラブだったら、いやクラブでもありますよ、ね、その遠征に行く、あそうですよね、そうですよ、選手がおそらく26名28名いたら遠征に行くのは、18人なので、ああそうか、スタメン11人とベンチ7人がベースなので、そうか、じゃあまたそれもクラブでもまた同じようなことが展開されてるんですね、それが毎週行われる、うん、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、いや